三段飛べは、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、ホップステップジャンプと三回飛び、その距離を競う競技、助走をつける走り三段飛べと助走をつけない立ち三段飛べがあるが、単に三段飛べといえば、通常は走り三段飛べを指す、メディアを再生する、インターナショナルユニバーシティスポーツフェデレーション、グワンジュ2015、メンズトリプルジャンプフィナール、 ディミトリ・ソロキン・ウィンズ・ゴールド、北京オリンピックにおけるフィリップス移動の、シギホップとステップは同じ足で、連続的にすることになる。例えば、右足で踏み切った選手はさらにステップも右足、ジャンプを左足で行う。なお、ワールドアスレティックスのルールでは、ホップでは、踏み切ったのと同じ足を競技者はまず地面につけなければ、ならない。ステップでは、反対側の足をつけなければならず。 そこから続いて、ジャンプが遂行されるとなっており、ホップとステップは着地によって定義されている。多くの世界的、国内の主要な試合では、踏切板は砂場の手前の端から13メートル離れている。ただし、高校においては11メートル、中学においては9メートルなど、競技者のレベルに合わせて調節される。日本の小田美京は1928年、 アムステルダムオリンピックで15メートル21を飛び、日本人初となるオリンピック金メダルをもたらした。また同じく日本の南部忠平は、1932年に開催されたロサンゼルス五輪の三段飛べに出場し、15メートル72の世界記録を樹立して、金メダルを獲得。さらに、1936年のベルリンオリンピックでは、 田島直人が16メートル00の世界記録で金メダルを獲得し、日本が3連覇、その後の競技の発展に大きく貢献した。なお、国立霞ヶ丘陸上競技場の第4コーナーにあった慶応柱、小田ポールの高さは、小田美き夫がアムステルダムオリンピックで記録した15メートル21センチである。陸上競技における正しい表記は3段飛べであるが、 学校教育や新聞記事など、陸上競技関係者以外が多く関わる場面では三段飛びと表記されることもある。女子は1926年から日本記録として公認されてきたが、戦後一旦公認対象種目から外された。その後1986年から再度日本記録として公認されて、現在に至っている。三段飛べの起源は古代、アイルランドまで遡り、 水溜まりをいかに少ない歩数で渡り切れるかという遊びが競技化したという説が有力である。古代オリンピックの歴史的文献には時々15メートル以上の跳躍記録が出てくる。スポーツ史研究家たちはこれらは複数段の跳躍の記録に違いなく三段飛べの起源に当たると結論付けている。しかし三段飛べが古代オリンピックの種目だった証拠はなく、 それらの異常に長い跳躍距離は、正確な記録をつけるというより、勝利を祝う詩人たちの芸術的放落さによる可能性がある。三段飛べは、初の近代オリンピックであるアテネ大会の種目になったが、当時は同じ足で2回ホップを踏んでジャンプするというものだった。最初の近代オリンピック金メダリストのジェームズ・コノリーは、その三段飛べの選手であった。 女子の三段飛べが種目に加わったのは1996年のアトランタ大会からである。初期の近代オリンピックには助走をつけない立ち三段飛べもあったが、第2回と第3回で種目に採用されたのみで、オリンピック以外を含めても今日行われることは稀である。日本では1874年に海軍兵学寮で開かれたセリ東遊議会の一種目。 うさぎの月見が三段飛べの始まりであるとされる。日本陸上競技選手権大会の種目に加わったのは1918年の第6回大会からで、当時は英語名のホップステップジャンプをそのままカタカナにしたホップステップジャンプを正式な種目名としていた。これではあまりに長いので、新聞ではホス・ジャンプと略記し、選手の間ではホスジャンと呼んでいた。 1929年、これに日本語名を付けようと、関東学生陸上競技連盟の北沢清が提案し、小田紀夫がドイツ語名のドリスプラングやフランス語名のトリプル総参考に三段飛べと三回飛べの二案を考案した。関東学連は役員会で三段飛べの方がしっくりくるとの理由で三段飛べの名称を採用し、同年の 関東学生陸上競技対抗選手権大会のプログラムで初めて三段飛べの文字が登場した。当初、新聞業界は三段飛べという名称を批判したが、漢字三文字で表記できる便利さからこの名称で定着した。ありがとうございます。